今回は我が家に大切なお客さんが来るので牛タンの赤ワイン煮込みを振る舞うために仕込みをしています。お久しぶりです。久しぶりです。本物だ簡単そうなやつから調整してます。レミのラタトゥイユは結構ほら見栄えもいいじゃないですか。そうですね。で包丁の練習って思ったからスライスもスライサーじゃなくて包丁で全部用意して、あとはこっちがじゃがいものピューレですね。もうすでに3回作りました。あ、本当ですか。はい、湾曲に落としていくというか。湾曲に落とす。じゃあ今日はありがとうございます。ありがとうございます。